レフィク・シャバナ・ジョビッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナの元サッカー選手。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。モンテネグロの、小さなクラブであるデチッチでキャリアをスタートした。その後、プロ入りを経て、ジェリエズ・ニチャル・サラエボに移籍するとイビチャ・オシムの手ほどきを受け、国内でも注目されるギリエフとなった。1987年にレッドスター・ベオグラードに移籍すると、 同年のジェリーズ・ニチャル戦で相手選手と激突し3日間昏睡状態になったアクシデントを乗り越えて中心選手として活躍リーグ優勝3回とカップ優勝1回に貢献し UEFA チャンピオンズカップ1990から91で優勝を果たしキャリアの全盛期を迎えたその後1991年にギリシャリーグにも挑戦し 91年に移籍したエクアテネでは1992、1993、1994のリーグ優勝に貢献。96年に移籍したオリンピアコスでは97年の優勝に貢献した。キャリアの最後は、1998年にアメリカのメジャーリーグサッカーのカンザスシティウィザーズに移籍し2年プレーした後、引退を表明した。 ユーゴスラビア代表としては8キャップを記録しており、イタリア W 杯では4試合に出場した。ベスト4をかけたアルゼンチン戦では、ディエゴ・マラドーナに対するファールで2枚目のカードをもらい、退場した。彼は、後に、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表としてプレーすることとなっていたが、ユーゴスラビア紛争のためそれは、不可能となった。息子のアネル・シャバナジョビッチもサッカー選手。 ありがとうございます。